次に鈴木義弘君。はい、院長鈴木君。はい、日本維新の会鈴木義弘です。まずはじめに知的財産について、全般的なお話を聞かせていただければと思っております。まずはじめに3月の新聞に安倍政権は科学技術によるイノベーションの創出を目指し関連予算を大幅に増やして、再生医療など新しい医療や産業が生まれることへの期待が膨らむが、改革なしに科学技術の強化は実現せず成果の実用化もおぼつかないと、科学技術立国が抱える問題はないかその実用を点検するという記事が、記事です。お読みになった方ももうたくさんいらっしゃると思うんですけど、結論は24年度の補正予算で500億の拠出費を投じて、国際科学イノベーション拠点事業が計上されたり、即効性に疑問がつく事業がいくつも先見された、散見されたという内容です。では1995年科学技術基本法が施行された後、年々科学技術予算がほぼ一貫して増えてきている中で日本全体の科学技術力が向上したのかという疑問符を投げかける記事だったと記憶しております。では大臣におかれては約20年間の間で日本で科学技術力が向上したと考えておられるのか、またもし考えておられるのであれば何をもってその指標としているのかお尋ねしたいと思います。山本大臣。ご質問ありがとうございます。我が国の科学技術について言うとですね、例えば京都大学の山中教授の iPS 細胞研究とか、筑波の三海教授のロボットスーツ春とか、これは世界に誇れる優れた研究開発の成果が得られているということはあると思います。他方、今委員もご指摘になったとおり司法で見た場合にですね、例えば世界経済フォーラムによる技術力の国別順位は、5位、例えば特許登録件数、これはワイポだと1位とか、こういう上位にあるものもありますけれども、まさに今ご指摘になったとおりイノベーションに関する国際経済、ランキングだとですね、これが2007年に、4位だったのが25位になったり、2012年、あるいは影響力のある論文数のシェア、これもですね、1995年には 6.9% だったのが2010年に 5.8% になったりしてですね、相対的に低下をしているものもあります。でこうした中で科学技術イノベーション政策についてはやはり先ほどもちょっと申し上げましたけれども、経済社会の変化が求める政策ニーズに対する的確かつ機動的な対応が十分にできていたのかと、あるいは政策の全体像、目指すべき方向性は明確なのかと、PDCA サイクルの話もありましたけれども、そういう方向性が明確だったのかと、あるいは基礎研究から製品化市場展開までの各フェーズの一体的な推進連携が十分なのかと、こういった課題はやはり残っているといいますか指摘されているというふうに認識しています。以上からなお改善に向けて取り組むべき課題があるというのはまさに事実でございまして、政府としてはこうした課題の原因をよく見極めながら我が国の科学技術イノベーションが持つ潜在力を集中してフルに発揮することができるように科学技術イノベーション政策の包括的パッケージ、今議論しておりますけれども科学技術イノベーション総合戦略の策定に向けて、取り組んでおります。なお委員のおっしゃった記事、私残念ながら拝見してないんですが、例えばワイポのようなその科学技術イノベーション拠点を作ると、こういうものがその将来の経済成長に結びつかないという分析はこれは果たして正しいのかなとも思いますし、まさにその科学技術イノベーションって先ほど申し上げたとおりなかなか今お金をつけて、ものになるかどうかわからない、そういうハイリスクハイインパクトのものもあるので、一律にこれはすぐに結果が出ないからということでですね、判断するのは少し早計なのではないかという印象を持っております。例えばですね、古い話になるんですけども、今カリフォルニア米というのはハイブリッド米と言われて、それの元はどこからスタートしているのかといったら日本の琉球大学の先生が開発をしたんですけども、日本で花が咲かなかったとか、ヒトゲノムの6000パターンにも及ぶそのゲノムの特許を申請しているアメリカが権利を持っているんですけど、それも最初はもう日本が最初に研究してたんですね。でも結局バブルが弾けたときに研究開発費をどんどん削ってしまったがために、渡米してしまって、もう今からやってもしょうがないだろうという、
まあ、そういう状況があるわけですから、箱物を作って、まあ将来的にどうだろうかっていうふうなお話をされる前に、打つべき手を打てばもう少し知財が日本の中に踏みとどまったんじゃないかっていうのは過去のいろんな繰り返しの中であると思うんですね。そこのところをどう考えるかということで。山本大臣、今のご指摘は大変もっともなところもあると思います。例えば私今度5月の連休にアメリカに行って、NIH、 今日本版 NIH というのが話題になってますけども、NIH の本部でですね、活躍する日本人研究者の方々に会ってまいりましたが、やはりどうしてこういう方々が日本ではなくてアメリカに研究の場所を移したのかと、まあ、そういうことについて言うとですね、これから例えば総合科学技術会議も予算の枠をもしきちっと確保できれば、非常にその国家戦略上重要なプロジェクトにお金をつけるということになるわけですけど、その時の目利きは今委員がおっしゃったように本当にきちっとしないといけないと、今おっしゃったように本当に日本で生まれた技術がですね、簡単にその日本で花開かず外に行ってしまうようなことはやはり避けなければいけないんで、そういう意味では反省すべき点はあると思いますので、そこはしっかり踏まえて対策を講じていかなきゃいけないと、こう考えております。鈴木君。はい、それではもう一つ新聞の記事をご紹介させていただきたいと思います。米国の共同研究相手にして中国が英国を抜いて初めてトップになったことが文部科学省の科学技術政策研究所の調査で分かったと。全8分野のうち材料科学や工学など5分野で1位だった。中国は論文数では米国に次ぐ2位で科学技術も存在感を増していると。米中それぞれの大学や機関に属する研究者らの教授論文は2009年から2011年の平均で 13.8% を占めたと。2位は英国、3位はドイツ、日本は7位と。で、中国は海外在人の帰国促進策を取っており、今後も影響力が増すと指摘しているという記事です。で、これを裏付けるですね、政府が刊行した科学技術白書、これ21年度版か22年度版だったと思うんですけども、私は興味深いなと思ってそのグラフを見させていただきました。米国の工科系の大学で博士号を取得する国別と人数が載っているグラフなんです。日本は過去30年余り200人ぐらいしか博士号を取得していない。近年韓国では約1100人、中国では3900人の学生が博士号を取得しているというグラフが載っていました。それで先ほどご紹介した新聞の記事になって教書論文が2位になったっていうのはそれを物語ってるわけですね。ですから、大学でただ行って博士号を取って、あ、よかったねっていうことじゃなくて、人的なネットワークが日本の20倍も中国は持っているというのを私はそのグラフは示しているんじゃないかと思っています。米国との教書論文がここ数年で週に立つというもの、結果だけが出ただけの話だと思っています。米国との教授論文が全てではないと思いますが、まあ、ノーベル賞受賞者が一番多いのも米国ですから、日本の教授や引用数も低下傾向にあると聞いております。大臣のご所見を伺いたいと思います。山本国務大臣。今鈴木委員が持っていらっしゃる問題意識、危機感というものは私も担当大臣として、共有しています。論文の引用数というのはですね、ただいろいろと議論もありまして、論文の引用数が多いから本当にその科学技術イノベーションのレベルが高いのかということについては多少議論になるところもありますが、特に例えばライフとかですね、そのランセットとか世界的にすごく有名な例えば科学雑誌に、引用される数が多いということになれば、これは論文自体に独創性があるということですし、今言ったアメリカとの協調の論文が増えているということもですね、ある程度やはり科学技術の分野でかなり追い上げられているということを示しているんだというふうに思います。それから今委員のおっしゃった問題意識の一つでですね、韓国は、アメリカで PhD を持っている方々が多いと。おそらくまあ、これ私の所掌じゃないのであまり言うと叱られちゃうんですけども、おそらく PhD を取らないとなかなかおそらく韓国の大学では教えにくいという事情があるのかもしれません。むしろ日本はですね、 NIH の若手の研究者、中堅の研究者、あるいはもうほぼそのなんて言うんでしょうか、自分の研究所を持ってかなり地位を確立した方々も同じ意見だったんですけども、外で研究をすると、
その後のキャリアパスがなかなか見えないというところがあるんだと思います。ですから今委員の話をお聞きしながら思ったんですけども、外に出ると、外で PhD を取ると、あるいはそのポスドクの人が外の研究機関に出て勝負すると、その時にやはりそういう人材を日本で活用できるような環境をですね、やはり作っていかなければいけない。これはもちろん私の所蔵する総合科学技術会議だけではできないんで、まさに文科省とかいろんな関係省庁がよくですね、連携をしながら今の委員の問題意識も踏まえて、やはりPhD を取る人たち、そういう研究をしてきた人たちがやはりきちっと活用されるような、やっぱそういう環境を作るということをですね、研究開発法人の改革も含めて考えていかなければいけないのかなというふうに考えます。鈴木義弘君。はい、次にちょっと視点を変えさせていただきたいと思います。もうご案内の通りですね、工業所有権と言われている特許を申請したときに1年半経てば、情報が開示されるような、特許庁でホームページを、すごく見やすいような、ページを作っているんですけども、それによってですね、逆に、情報が流出してしまうんじゃないかというふうに、懸念されるところもあります。あえて数字を上げて、お尋ねする必要もないと思っておりますが、ドイツなどでは企業が取得している知財を海外に持ち出したり、バックアップするために、移転をする、地続きの国がいくつもありますので、それを指しているんだと思うんですけれども、それを移転させるのにやっぱり厳しい規制がかかっているという話 で、そこで、知財の流出を防止したり、保護する観点から、何らかのやっぱり日本は島国ですから、データだけ持っていくって言ってもですね、今でも IT を使えばいくらでもデータ外に出せるわけですね。そういった観点から、知財を保護するっていうことを対策としてお考えになるのか、大臣にお尋ねしたいと思います。山本国務大臣。いいですか。よろしいですか。まず特許庁小糸総務部長お答えを申し上げます。ご案内のとおり、特許制度につきましては新しい発明を公開することの代償として、一定期間独占権を付与するという趣旨でございます。これによって新たな発明を奨励しようということでございまして、我が国におきましても出願原公開というのが原則になっております。一方で委員ご指摘のように自らの技術を公開することによって、これが海外に流出をして、勝手に使われるといったような事態を防ぐような、そういった対応も極めて重要だというふうに思っております。まず我が国企業におかれては新たに創出した資材を公開して権利化するのか、あるいは秘匿してノウハウ化するのかと、まずしっかり見極めて選択をしていただくと、その上で権利化を選択した場合にはグローバルに権利を取得していただいて、その上で模倣品は徹底的に排除するような、毅然とした対策を取っていく、そういった戦略的な資材マネジメントをですね、私ども後押しをしてまいりたいというふうに思っております。特許庁としましては特許審査ハイウェイの拡充などを通じて、日本企業がグローバルに権利を取得できるように支援をいたしますとともに、国内外におきまして模倣品対策を積極的に講じて、こういった企業の知財マネジメントを支援をして、ご指摘のような知財の流出がないようにですね、海外流出がないように、積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。鈴木義弘君。はい、今ご答弁いただいた、中にですね、WTO に加盟している国ですら模倣品とか偽物が、平気で作られて売っている国が、近くにあるのか遠くにあるのかよく分かりませんけども、あるのはもう周知の事実だと思うんです。大手企業は資本力がありますから、そういったものに対して損害賠償を訴えたり、訴えの提起をするのは、そんなに難しいことじゃないんでしょうけども、中小零細とか個人で持っている、知的財産ですね、それで模倣品や偽物が、他国で作られたときに単独で訴訟は損害賠償を訴えるってなかなかこう思案の技だと思うんです。そういった中でただ苦情を外交ルートを介して言って、しっかりやってくださいよって言ったとしてもですね、はい分かりましたって言って何もしてくれないかもしれないし、そこのところをですね、きちっとやっぱり知的財産を保護するっていうのを国を挙げてきちっとしなければならないんだと思っているんです。そうしなければですね、知財を日本の中に残すよりは他国の企業でも、それを使ってくれるようなところがあれば売ってしまった方がなんぼ見入りが良くなるかっていうのはあるんだと思うんですね。でそうすると、産業
会から見ても、まあ、損失になるんじゃないかと私は思っているんですけども、まあ、ボーダレス化がどん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 、まあ、これからも進んでいく時代の中で、やっぱり国がどこまでそういった中小零細、まあ、個人をサポートする考えでいくのか、そこをお尋ねしたいと思います。小糸総務長。お答え申し上げます。中小企業の知財マネジメント支援というのは私ども大変大事な取り組みだというふうに承知をいたしております。数年前から全国各都道府県にですね、知財総合支援窓口というのを設けまして、ここにおきましてワンストップで中小企業の海外出願、それから侵害のエンフォースメントも含めたそういったご相談、そういったものに積極的に取り組むようなそういう体制をですね、整備したところでございます。その上で海外の大使館ジェトロ等々を通じていろんな侵害の現状ですとか、あるいは海外の知財の制度のですね、仕組みはどうなっているのかといったあたりをしっかり情報提供をしながら中小企業を支援をしてまいりたいというふうに思っております。その上で私ども政府としても新興国も含めた政府との関係でガバメントとガバメントのベースでしっかり模倣品対策、あるいは海賊版対策、そういったものの強化をですね、徹底していただくように積極的に働きかけてまいりたいというふうに考えております。はい、委員長。鈴木義弘君。はい、それとですね、これも新聞の記事にちょこっと載ってたかなというふうに記憶してるんですけども、どこの国でも第一次産業からスタートしてて、第二次、第三次というのは、どこの国でも目指す中で、付加価値を少しでも高くして、身入りを良くしようというのは、どこの国も考えることだと思うんですね。で、じゃあ、日本の国の企業が、子会社を海外に作って、日本の特許を使って、相手国で商品を作って、利益を生み出したと。それを自国に戻すよって言ったときに制約をかけられてしまうとか、その戻す期間を限られてしまうっていう国があったときに、日本の政府としてそれをどこまでサポート、サポートっていうんですかね、大手さんはいいのかもしれないですけど、中小零細はやっぱりそれもきちっと知財を保護するのと一緒に利益も自国に戻して、またそこのお金を持って研究開発して新しい知財を生み出してまた外に出ていくというような形でいい循環を作っていかなければ、やっぱり産業として成り立たないんじゃないかと思うんですけど、その辺のお考えをお尋ねしたいと思います。山本国務大臣。大事な点だというふうに考えます。例えば特許などの知的財産権に基づいて海外で得られた利益の日本への還元に関して、今おっしゃったように一部の国々では、例えば日本企業が現地で技術ライセンス契約を締結した際にさまざまな制限がなされると、こういう問題が生じていることは承知をしています。具体的に言うと、国によっては現地企業との、技術ライセンス契約にかかるロイヤルティの両立に上限が設けられるとか、あるいは収入を海外送金する際に当局への登録が必要だったりですね、さまざまな課税がなされるというような事例があるというふうに承知しています。で、これは今もご指摘があったように、我が国企業が保有する知的財産の活用を困難とすると、しかもひいては我が国企業の国際競争力を注ぐ有識問題だというふうに考えておりまして、現在知的財産戦略本部において検討中の知的財産政策ビジョン、ここでも実は重要な政策課題として位置づけて今議論をしております。知的財産戦略本部、私がこれも担当しているんですが、ここが司令塔となって、これも外交交渉の 部分もあるので、外務省とか経済産業省と連携して通商交渉とか政府間協議の場において相手国に強力に働きかけ、我が国企業の海外におけるビジネス環境の改善を図ってまいりたいと思います。一つ申し上げますと、ロイヤルティについてはですね、ちょっと昨日メモ見てたんですが、中国の例だと技術ライセンス契約にかかるロイヤルティ対価の設定について、地方とか担当者によっては行政指導によって3から 5% の上限規制がなされるとか、例えばブラジルなんかはですね、海外送金のためには外国企業と現地企業間の技術ライセンス契約でロイヤリティ料率が製品の売上高の 5% までと制限されているケースもありますし、またロイヤリティを海外送金するためにブラジル中央銀行に登録しろと、こういう話があったりですね、いろいろとさまざまな課税がなされているということで、外務省、経産省、やはり政府一体となって、しっかりと交渉していく、働きかけていく、これが必要だと思います。委員長。鈴木君。ありがとうございました。
先ほどもちょっと話題になりました科学技術基本計画について少し中身でご質問させていただきたいと思います。もう時間もだいぶ押してきてますので、何点かに絞らさせていただきたいと思います。一つはですね、まあ、ある程度そのスケールアップしていって研究開発をしていくんですけども、ラボスケールから実用化していく段階でたくさんの資金が必要になってくる場合がたくさん出てくると思うんです。でその時に切れ目ない支援をしていくんだというのが、まあ、この科学技術基本計画の中にも謳っているんですけども、たまたま知り合いの金融機関の方にですね、じゃあ仮に私が特許を持っていたとして、この特許を担保にしていくらお金を出せるのっていうふうに尋ねたんです。そしたらですね、その特許に対する担保でお金を融資することはできないと、その企業の総合トータルとしての、まあ、融資っていう言い方されてしまったんです。もう名前を出せば名だたるグローバル展開している大手の金融機関さんですけど、まあ、ベンチャーキャピタルだとかベンチャー企業の育成だとかって、新聞にも大きくコマーシャルを出したような企業ですすら自分たちでもリスクを取らないんです。だから日本は投資か融資かって言ったら投資っていう概念はことごとく金融機関の人たちはお持ちじゃないんだと思うんですね。だから成長の三本の矢っていう中でやっぱりその投資っていう概念をきちっと金融機関に持ってもらうようなものをやっぱりこの科学技術の基本計画の中から民間の金融その投資を呼び込んでさらにそのステップアップした中で、まあ、実用化に向けてやっていくんだっていう後押しをするに政府のお墨付きを、まあ、ある意味では出したら融資がしやすくなるとかそこに投資をしてもらうっていうようなものをやっぱりマッチングファンド等とか民間資金の活用の促進という言い方をされているんですけども、もう一歩踏み込んだ中でやっぱり知財を担保として、まあ、融資をされるぐらいなものを政府として後押ししていただけないだろうか、まあ、そういうお尋ねなんですけども。山本国務大臣。今委員のおっしゃったお話ですけども、やはりベンチャー企業の支援は非常に大事だと思ってまして、政府としてはベンチャー企業等のニーズに合わせた技術開発支援、リスクマネー供給の円滑化のための仕組みの整備を行ってますが、まあ、こういうことをさらにしっかり進めていかなければいけないというふうに思っております。で基礎研究から事業化に至るまで切れ目のない支援を行っていくためには、マッチングファンドも含めた民間資金の活用を促進すると、これも大事な視点だと思ってまして、まあ、研究開発の成果が社会実装に至るためには研究開発型ベンチャー企業が重要な役割を果たすということで、こうした企業の活性化を図るにはベンチャーキャピタルによるリスクマネー供給の円滑化が必要になるということで、例えば政府系金融機関とベンチャーキャピタル等のマッチングファンドといった方法によって、これはもう民間資金の活用を促進をしていくと、いうことだと思っておりまして、まあ、例えば中小企業に対する投資事業を行う民間機関等とともに投資ファンドを作る、中小企業の資金調達の円滑化と踏み込んだ経営支援を通じてベンチャー企業や例えば既存中小企業の新事業展開の促進、中小企業の再生等を支援する、そういう投資ファンドの仕組みあるんですけども、まあ、でもおっしゃったようにどこまで使い勝手がいいのかということについて言うと、少しそこは全体のマインドセットを変えていくべく少し努力をしなければいけないのかなというふうに感じております。鈴木義弘君。最後に一問だけお尋ねしたいんです。中小企業技術革新制度っていうのが、まあ、この計画の中にも謳われておりました。多段階選抜方式の導入を推進して、まあ、中小企業をもっと支援していこう。で大きくな枠組みの中での結局その技術支援もさることながら、やっぱりある一定枠を中小企業とか零細にきちっとその、まあ、見てあげるっていうのがやっぱり大事なんだと思うんです。でそれで、大手は、まあ、基本的に自己資金を、ま、で賄えるところがたくさんあるんだと思うんですけども、中小零細の場合はそこまでいかないと。で日本の企業の9割を超えるのは中小零細企業で、大企業の、まあ、ある意味じゃ技術の下支えをしているのが中小零細なんですね。だからそこにきちっとやっぱり手立てをするような科学技術のサポートの仕方っていうのが私は大事だし、その技術力を身につけることによって全体のその日本の産業を支えてくれるんじゃないかと思うんですけども、できればですね、多段階選抜方式の導入をいち早く、まあ、もう入れておられるんだったらそれで結構ですし、またその採用の基準だとか審査員の
系列化ってちょっと失礼な言い方かもしれませんけど、権威主義ですから、あるなんとか学会の偉い人が審査員になれば自分の傘下にいる人しか大体採択しないっていうのはこの業界当たり前の話だと思うんです。そこのところをやっぱり系列化を排除するような仕組みをやっぱり作っていただけないかな、そういうふうに思っておりますが、ご答弁いただいて終わりにします。山本国務大臣。中小企業の、研究支援開発、研究開発支援、非常に大事だと思ってまして、やはり中小企業は独創的な技術力とかタイムリーな対応力、これで我が国経済の活性化に貢献をしてまいりましたし、今委員がおっしゃったようにまさに日本経済を下支えをしていると、産業競争力を下支えをしているということで、これはやっぱり我が国の経済産業にとって非常に重要だという認識を改めて持たなければいけないと思います。で、国の技術開発予算の中小企業者への提供拡大等のため、今少しお話ありましたけれども、国等の特定補助金等の交付金額のうち中小企業に対して支出する目標額を設定すると、これによって中小企業支援というのを今も行っております。まあ、ですからこうした、支援の仕組みをより活用していきたいと思いますし、今委員からあったいろんなご提言についてはちょっと制度を確認して、いろいろと検討させていただきたいと、そう思います。ありがとうございました。